こんにちはあなたは自分の年金番号を知りたいと思ったことはありますか年金番号は正式には基礎年金番号と言います本日は基礎年金番号の確認方法と私の感想をお伝えします基礎年金番号は10桁の数字で表されます最初の4桁は加入した年金事務所の符号で最後の6桁は個人ごとに付与される番号となっています 基礎年金番号を確認するにはいくつかの方法があります。それはこちら。基礎年金番号通知書、青色の年金手帳、国民年金保険料の納付書や領収書、年金定期便、口座振替え額通知書、年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書などです。また、勤務先の総務や年金事務所でも確認することが可能です。 いかがでしたでしょうか自分の基礎年金番号はいろいろな方法で確認することができます。ただ、普段あまり意識することはないと思うので、覚えている人はほとんどいないと思います。もしすぐに確認したいなら、あらかじめ基礎年金番号を調べておいて、それを紙などに書いて保管しておくと良いでしょう。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。